はい、道玄坂 TV とは、なんだこれ。カゴメから出ている、グリーンズっつうのこれ。なんかここ書いてあんね。グリーンズで合ってるっぽいな。俺またなんで買っちゃったんだろうなって、こうしくじったような気がするんだよな、これな。どう思うみんな、これ。さあ、なあ、もうに色があんた、ちょっとこれ恐ろしいからちょこっとしか入れなかったけどさ、なあ、やべえこれは匂いが、うわー、やばいこれ、ぬう、なんだよこれ。ちょっと待てよ。うわあ。うわあ。つぶつぶありますね。やばいな。だ、これはヨーグルトとなんかと混ぜさないと俺食えねえっつうか飲めねえわ。ほら、あ、これはごめん。いや、まずい。だ、う、気持ち悪い。ちょっと汚い音出したよ。うわ、最悪や。あー、厳しい。なんで買っちゃったんだろうな。俺の前に歩いてたお姉さんがこれをスッと取って持ってったから、ちょっと飲んでみるかと思ったけどさ、カゴメさん、これきついよ。後味最悪だし、もうないんだよこれ。だ、もう、なん、まずい。あ、これきついな。きつい。これどうしよう。これね、もう匂いが俺ダメで、で、匂いがダメってことは味も、味はちょっと甘めで、まあ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 悪くないよ。うん。ただ飲み込んだ後のこの後味の香りがまた俺ダメじゃん。なんかね、俺久しぶりに特異体質が出ましたよ。味覚がわからなくなるってやつ。俺昔から嫌いなものとってどうしても食わなきゃいけない時って味覚がわからなくなっちゃうんですよね。10分ほどこれ以降はちょっと他のものを何食ったって味しなくなりますね。ただまあこれ匂いが半端ないですな。いやー、まいった。うわー、4分以上もこれ、5分近くもこれさ、なんでこんなの作ったのかってケンケンゴーゴーとかさ、言いたいけど、まあこれ健康にはいいんだろうな、多分。これね、これマジ何かと混ぜて飲んだ方がいいと思うよ、俺。大丈夫なのかな？グレープフルーツジュース？オレンジジュース？その辺のものを、もう。
俺覚悟ができたらまた変えます。体には良さそうですね。いやーごめん、もうね、道玄坂 TV にはいろいろあるけど、まあちょっとチャンネル登録してくれると嬉しいな。いやー参った。あー終わろう。道玄坂 TV。